いや、おはよう。はい、今日はよろしくお願いします。とりあえず、まあちょっとタックル見て、はい、12号で来た、はい、取られへん魚がおるんやて魔物、はい、今日はね、この清涼丸さん、清涼丸さんでいろいろ釣っています。はい、スターです。すごい風やな。エラ風ですわ、エラ風。これはいかんな、風すぎるぞ。それ開けたら通りますね。はい、あかんな、あの雨はすごいの降ってくるな。まあしばらく逃げなしゃないな、これ。ちょっとね、雨でと風でキャスティングがものすごいやりにくいから、落とし込みね、これライト落とし込みを取りやすい。今日のね、釣りの中の目的で落とし込みをやる予定で来たんだけども、ライトをやるつもりがなかったので、ライトのタックルを持ってきてないんですよね。ってことで、この82のエクスペーションスピニングね、今までキャスティングしてた竿でやろうと思います。じゃあこの落とし込みの仕掛けで、縦釣りか落とし込みか、なんていうんかし、いろいろあるんだけど、上の方、上の方。お、着いた。着いたな、着いたな。何匹か、何匹かついてるでしょうか。そこに着きました。そこから上げんの、ヒラメついたから、そこのバッチリつけたろうか。暴れてるけどね、ん、取れたな。はい、こいつか。おお、やばい。おお、行くな。おお、やっとかかった。おお、やばいな、これ。これはやばいな。大きいよ。わあ、ね、荒いからな、怖いわ。うわあ、ああ、ね、当たってるかも。ああ、ね、当たってんな。ね、当たったわ。よし。やだ、あんまりやだ。うわあ、カンパチか。もうついてへんな、これ。消えた、消えた。ごつめんかいだ、お前な。
もうあれが限界やね、この仕掛けやったら。うん。よし。太いねえか、太いの。10人やったらこんな太い仕掛けじゃない方がいいかな。これぐらいで。これ100ポンドです。まあ、やられるのはここちゃうもんね。ここも釣れますからね。うん、そうやね。いや、10人で行こう。うん。これ10人。あんまアジかからん、これやったら。これだよね。これだ。アジや。これ抜いてきたらね、サバやねんけど。そこで、そこでアジ。そこへだね。ここは、あれ、電車が死ぬのね。え、電車へぇ、だからもうね、ダメージを。今、触ったけどな。おぉ、え、ついた。あ、今触ったな。お、ついた。さばいていくよな。お、よっしゃ、食った。出た。よっしゃ、ほら。あ、抜けた。抜けたか。切れた。いや、切れたね。ハリス切れたわ。多分ハリス切れたわ。ポンっていった。ああ。十二号でも飛ぶな。切れとるわ。切れとるわ。強いなこれ。よっしゃ、おー、食ったぞ。出せへんで。うえ、うえ、強いわ。いいなあ。まあ無理できんもんね、先のことあるから。はあ、食ったぞい。3度目の正直になるのか。2度あることは3度あんのか。ユーヤがね、今ね、スネをフォローしてくれてます。サイドスラッサーでね、回してくれてるから、すごいサイドしやすい。おー、めっちゃ強かった。ちょっと緩めるな。すんごい引く。こんな大阪近郊でパッと来てこんなビッグゲームできてええんかいな。ビッグファイトです。リーダー入りました。リーダー入ったよ。でもね、リーダー10メーターつけてきてます。100ポンドのフローリーダーね、10メーターつけてきてます。ぜお、カンパチやちゃうわ、フリーや。え、なんや、よう聞いたけどな。何や言うたらあかんな。おー、あれ絶対カッパじゃなくてくる思ったのに。クリアが切れるのかな。な、よう引いたね。よし、ボリーでした。
リどころかギリギリブリぐらいのバランサぐらいの。よし、行きます。まあ一匹釣れてよかったけど、まさかのまあまあブリというかメシロというか、まあまあ釣れてよかったです。味付けるの難しいけど、つけたら食うね。すごいな。よし、お、エビが入った。うわ、上がってきて上がってきて。お、見えた見えた。お、待った。おおおい、イエーイ。エサかかったからね。エサがかけるの難しいね。大きいのついたからしゃあないね。こんなちっちゃいのに。よし、マハタ。マハタでした。イエーイ。頼むで。よし、シューが一番いいんやけども、リーダー入った。よし、これ何アコ。おお、よし、アコ。餌つけたら食うな。え、そこやな。うん、おもろいな。でっかいのかけたいな。よし、ありがとう。よっしゃ、キチハタでした。うえ、なんだ、なんだ、あ、まあ、泣きちゃった。